山内達郎です、沖縄のフィーダーに負けず今日も縛っていきましょう。 SCB 山内達郎が FM 小座より午後2時をお知らせします。松田和俊の島唄レディオ。最後水曜中華ナビラカズこと松田和俊です。いは、はずきです。はい、はずどうももうあれですよ、準レギュラーですな。今日もはずでした、すいません。サリーが一昨日だったかな、はい、急遽、お仕事が入ってしまったと、はいはい、バカったねということでね、はい、急遽サリーがお休みになりましたので、はい、今日はハーズがスケートで来ておりますので、はい、来ましたよ。ハーズが来るたびにもう笑い声しか聞こえてないっていうね。あんまり喋ってないっていう、でこの間スケットに来た時に、はい、1時間平川君の文句を言い続けた番組だったので今日は普通に進行していきたいなと、ね、了解ですよ、思っておりますので、はい、どうぞどうぞ皆さん、3時までお付き合いください。お願いします。この番組、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコードの提供でお送りいたします。カズの島唄ラジオ。さあ、カズの島唄ラジオ、FM 小座のスタジオから私松田和俊とハーズでお届けしております。さあ、ハーズもね、はい、2週間ぐらい前でした、県外に、はい、そうですね、行ったでしょ。1週間前ぐらいですかね。か、うん、はい、寒かった、寒かった。愛知県に行ったんですけど、うんうん、はいはいはい、その前に大阪行って、うん、三重県行って、うん、愛知県、うん、愛知県はもう寒かったんだ。寒すぎました。舐めてました完全に。
あ、じゃあ厚着あんまり持っていかなかった。持っていってない。なんか薄いコート、うん、コートっていうかなんかこうなんですかね、あ、建物の中に入ると暑いさ、はい、そうなんですよ。あそこはね、それが嫌、暖房が効きすぎて、はい、逆にもうこの乾燥してる感じが、はい、僕ら喉とか痛えられたりするさ、はい、で寒くても俺暖房絶対入れないんだけど、あ、喉のあれで、うんうん、はいはい、いや俺もね今回まあいつ行ったっけ、いつ行ったかな、25日に東京に着いたんだけど、はい、空港から出た時、はい、暑かったわけよ。はっていうぐらい、あれ、はい、もうみんながもう超寒いよって言ってたからうん、うん、結構もう厚手のコートとか、はいはい、マフラー手袋も全部完全武装して、はい、でとりあえず空港で吐くさね、はいはい、で出た瞬間超暑いなんでこれやとふざけるなと、そうなんやねんと思ってそのまま脱いで、はい、でワイシャツつけてたんだけど、僕長袖のワイシャツだけでも暑いわけ、はい、あーもうこれダメだっつって T シャツになってそのまま歩いてたわけさ。いやいやいや、東京の人ってすごいね、はい、この時期 T シャツで歩く人っていないんじゃない。あ、やっぱりみんな厚着、もう厚着、こんな暑いのにはもう夏着を押し入れにしまったからはい、はい、あえてつけてるのっていうぐらい、あ、はいはいはい、もう俺は考えられなかったわけで、 T シャツで一人で歩いて、はい、まあ、ずっとみんながジロジロ見られて、うんうん、なんだこいつと半袖でこの時期歩いてるぜと、はい、見られてるんじゃない。あ、だからもうやばいっすね、うん、このあれで半袖入ってたのはだから俺と外人だけでしたよ。あ季節感がわからないからだけど、はいはい、やっぱりこの昼と夜の寒暖の差はすごかったね。あーですよね、夜は寒かった、もう大変ですよね、うん、いや、あの夜の冷え方はもうびっくりして、やっぱりコートつけてホテルまで歩いて帰ったんだけどね、はい、でも夜は飲んでるからあれじゃないですか。そうそう、さらにポカポカしてるからまだ大丈夫、まだ。だからあのロシアの人が昼間からウォッカとかパーって飲んでるさ。あ、ウォッカってとっても強いお酒じゃないですか。だからロシアって極寒さね、あ、やっぱりこのウォッカみたいな、はいはいはい、強いアルコールを飲んで体を温めてるんだね、あれね。やっぱこれ地域性ですな。そうですね、そういうのも、さあさあツイキャス来てますよ。お、一番着はミントマーニー英語ですね。はい、カズボハイサイ、ハーズもハイサイ、ハイタイ、サリーはお尻ペンペンだなペンペンしてください、ほんとにペンペンだな、あいつ M だから喜ぶかもしれないな。えー、なになに、やだ、なにがどういうこと、どういうこと、M な感じはサリーには負けないですよ。ハーズもでも言わなくても M でしょ。どういうこと、分かるんだ、ね、言わなくてもってどういうこと、はい、言わなくてももう M って分かってる、 M 感が出てます。もうあーよかった、もうなんかなんだろう、ハーズを見るさ、はい、姿が M 字開脚みたいな、どういうこと大サービスじゃないですか、なんかそういう感じ、あーそう、嬉しくないわさあさあこっちは大塚健二さん、はい、こんにちは。お、サリーさん今日は違うメイクですねそうですよ、今日ちょっと化粧変えてみました。化粧変えて、はい、雰囲気も変えてますのでね、はい、タイガーさん今日はハーズさんですねということで、よろしくね、ハーズさんが、ハーズが助っ人で来ておりますので、笑ってますね、笑ってる笑ってるM 字開脚で受けたのかやばい、そういうなんかニックネームつきそうで嫌ですけどやばいね、はい、あだ名が M 字開脚ってやばいね何の仕事してるか分からなくなりますけどね、はい、ということでね、まあ、3時まで2人でお届けしますのでね、はい、皆さんどうぞお付き合いくださいよ。さあ、メールアドレス、この番組はメッセージも募集しておりますので、メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。はい、仕事してさはずファックスはいいですか、098-934-8653、うん、098-934-8653 です。またFM コザではなんでお前途中で切るのここまでかなと思うんです、仕事、いやいや、あ、あります、ええ、あ、また FM コザでは、うん、ユーストリームで映像と音声を配信しています、うん、FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ということでね、仕事した、仕事した、作文だったらお父さんお母さんで止まったよ今、次は次はみたいな、ごめんなさい、あ、そういうとこあるんでね、最後までって言わないとね、これもお尻ペンペンだね
おしりペンペンボールペンで。ボールペンで刺すってこと？ペンペンじゃなくて刺すってこと？やばいね。あー熱い。SM なんだ SM。そういうのもねぜひお願いします。はいということでじゃあ一曲いきましょう。はい、松田和俊で浜育ちどうぞ。カズの島唄レディオ。
さあ、カズの島唄ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とハーズでお届けしております。さあ、なんかあのハーズ今日すごくなんかセクシーな声してるんだけど酒焼け酒焼けじゃない、あの笑いすぎて喉が枯れるんです面白い枯れ方だねいやでも一番笑うのが喉使うみたいですよ、うん、あ、そうなの。はい、へえ。っていうのを知って、うん、なんかやっぱりあのしかも飲んだ時ってはい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 、はい、もうよく笑うじゃないですか、うんうんうん、でよく喋るし、はいはい、でそのプラスお酒とかなるともうピークですね、うん、そうねしかもこの2時1時とか2時とか、うん、ピークですね。あ、確かにきつい時期かも時間かもしれないね俺あのとってもあの二日酔いがきつい時ってあるじゃ、あるさ、ね、はい、飲みすぎて、はい、信じられないぐらい飲んで、もう3日酔いするぐらいのレベルぐらいまで飲んでデジやばい、その時 の, あの夕方から、はい、あの6時8時ぐらいの間、はい、ちょうどもう体から酒が抜き切る時、はいはいはい、とってもきついわけ。あ、もうタバコ吸ってもおえーってかこのなんていう の, あの吐き気しかしないしおえでもおえーしてるカズさんのイメージちょっとありますね。あ、一応ね毎日2日酔いでもあるしね。あれなんですよ、あの二日酔いのせいでこのおえおえみたいなのしてるのかなと思ったら、はい、タバコじゃないかなと思い始めて。あ、そうなんですか。多分タバコ吸いすぎると、まあ、そういう吐き気というか、あ、出てくるらしい。なのでタバコをカビタバコからあれに変えたの、電子タバコに、うん、あ、なんか言ってましたね。ええええ、どんなですか。一応カビタバコが美味しいね全然なんか2時間やめてるよって言ってたじゃないですか、はいはいはい、先週。もうどんなんですか。 あの時はもう完全なる二日酔いだったからどのタバコ吸ってももうダメだったんだ。きつかったわけ。ああ、そうそう、前助っ人来た時そうなんだよね、はい、話したんだ。2時間禁煙してるって言ってたんで、うん、であれから多分さらに 2,3 時間はタバコ吸わんかったから、お、でそれで少し落ち着いてきた時に紙タバコを1本吸ったわけ。そしたら5時間ぐらい空いてるさ、はい、もうクラクラしてからあ、やっぱそうなんですか。やっぱりするね、5時間ぐらい空けたらやっぱクラクラするね。おお、久しぶりこの感覚と思ってあのあれ新しく買ったやつはどうなんですか。新しく買ったやつ、グローってやつかな、はいはい、あれはなんか吸えるんですよ。あ、だからそんなストレスにはならないね、うん、これをずっと吸ってても。だけどやっぱり食後の一服とかやっぱり自分を甘えてしまうから、はいはい、紙タバコ吸いたいわけ本当は。あ、そうなんですね。だからもう紙タバコ1本に電子タバコ3本みたいな。あ、はい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 、似合ってる感じだね。一応じゃあ減ったんですね。まあ減ってるねただこの間ツアーに行った時には、はい、もうずっと紙タバコ吸ってた。大丈夫ですか、ストレス大丈夫。だいぶ大丈夫大丈夫やっぱりライブ緊張とかすると増えるさね。そうですよね。電子タバコだとどうしても時間かかってしまうから、はい、嫌なんですよね。あとタバコを吸いながら作業できないんですよ。あ、口に加えタバコもできないさ、機械で重たいから。はいはい、あそっか。そうそう、だから加えタバコしながら三振なんかもいけないし、あ、電子タバコってそういうところがちょっとあれですね。あれなんですよね。もう吸うときは吸うみたいな感じでやるので、もうめんどくさかったから、もうツアーの時はもう紙タバコにしようと思って、はい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 、吸ってたんだけどね。もうお酒が抜ける時ってあの、うん、寒くなりますね。なんですかね、震えみたいなのありません。ないね。やだ、なんかやだ。まずだけかな。寒気でしょ。寒気。寒気来ないね。なんかちょっとガタガタ し始めるんですよね、うんうん、多分酒が抜ける時なんだなって。苦しいでしょ。でも、はい、この最悪のぐらい苦しいでしょ。めっちゃ嫌ですねあれはね、本当になんでこんな思いしてまでまた飲むかねと思うぐらいいつもきついよね忘れるんですよね。忘れちゃう覚えてても大丈夫だろうみたいな。また飲んでくるとまた気が大きくなるから、はい、あれみたいですよ、あの陣痛とか、うん、あの出産の痛み、はいはい、あの忘れるみたいなんですよ。へ、だけどまた産むときにあーこんなだったって思うみたいで、うんうんうん、二日酔いも一緒ですね。あまあ成長しないってことですな、はい、我々、はいはい、ということでね、まあ、あのこの間僕もツアーに行ってきましたけども、はい、今回あのタルマッシュっていうところでやったんですよ。タルマッシュ、お名前聞いたことあります、ね、最近よく聞くあの東京のライブハウスだったんですけども、はい、いい感じでしたね。あの、うん、ちょっとカフェ的な感じで作ってて、久しぶりにこのザ沖縄居酒屋みたいな
ところじゃないところでやったから、なかなか気持ちよかったですけどもね、楽しかったですよ。ピアノとかもあったんですか？いや、ピアノはなかったですけど、でもキーボードとかあんなの置いてると思う、使いたいと多分出してくれると思うんだけど、まだ行ったことないですね。荒井久人さんとかも、はい、あのやよくやってるから、やっぱりいいんだよね。ダルマッシュ、ダルマッシュぜひあの皆さんもね、今度はまたダルマッシュでやるときに遊びに来ていただけたらなと思いますけども、はいはい、この時に大塚健二さんとか来てたわけ。あ、健二さんとゴロンチョと、タロスケ、はい、FM 小座のリスナー代表して来てくれてね、はいはい、すごいね。 FM 小座のこの絆ってすごいですね。嬉しい。で、まあ、タロスケと飲みに行って、タロスケ結構二日酔いしてなかったから無理やり飲ましたからね。やばい、まあ、俺も無理やり飲んでたけど次大丈夫ですかね。いや、まあまあまあ大丈夫でしょう。ドクターストップとか言いそうですね。いや、でも今回も気持ちよく演奏させていただきましてね、まあ、翌日の26日もたくさんの方が来てくれてね、大船花市で、今回も楽しいツアーでしたけども、また月が明けて12月から、二来家内と、沖縄ごっぱち酒場とダンシティというところでまたやりますので、お近くの方はぜひ皆さんよろしくお願いします。さあ、こちらは、タイガーさん、二日酔いは頭が痛くなるので嫌です。俺これがないんですよ。あ、すごいすごい。二日酔い の、はい、あの頭がもうずっとガンガンしてるっていうのがないんですよ、はい、これはない。え、もう気持ち悪いだけです。気持ち悪いだけ。すごいですね、うん、大体もう頭が痛くなってとか。あれ、昨日なんかテレビでやってたんだけど、なんて言ってたかな、酒を飲んでなんか膨張するか何かって言ってたのかな。なんかテレビで昨日やってたんだよ。それが頭、二日酔いの時の頭痛の原因とか言ってたんだけど。この薬のコマーシャルじゃないです。なんか、血管が圧迫するみたいな。あ、そうそう。ですよね。血管が圧迫して、その圧迫されたのがもうなんか頭痛の原因って言ってたわけさ。それがないのかもしれないね。最強ですね。サイヤ人。まあまあ、でもたまに痛い時あるよ。もう相当飲みすぎた時の、本当に起きたばっかりの時は。わってきたりするけど、はい、そんな続かない。どれぐらい飲むんですか？あの、今までもこれ以上飲んだことないっていう時ありました？よく覚えてないけど、ビールは普通のジョッキーがあるさ、はい、あれは27杯は飲んでました、ね、やばい。一日でですよね。一日で27杯最高、今までね、数えて飲んだ中で。だけどエイサーやってる時なんて多分もっと飲んでるんですよ、エイサーの時。でもなんか汗かくから胃腸はあれですよね、うん、まあそうかもしれんね。27杯はやばいですね。まあ4合瓶1本は普通に一人で飲める。わ、素晴らしい。 でその次の日に頭は痛くならない。最強スーパーマンですね。でもやっぱり酒は弱くなってきてますけどね。あ、やっぱそうなんですか。弱くなってる。眠くなったりとか。それはない。あ、眠く、素晴らしい。眠くなるっていうのじゃなくて、はい、あの急に落ちる。あ、もう眠たいっていうのじゃなくて、はい、今この時からハズ死ぬけどって出ちゃう。スッて出ちゃう。スッて出ちゃう。これがやばいよね。でも一番いい、良くないですか。そうかな。うん。なんかもうダラ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 、なんか眠けど飲むとかじゃなくて、あ、スッて寝ちゃう。もうダメっつって。もうオイラダメっつって。お利口さんですね。いやまだまたまにこの動画を撮られてるわけさ、この飲んでて喋ってる時の、はいはい、行列が回ってない時の私。いや、毎回見るけど反省しないとなと。まあ、ハーズもよく見てるよ、多分俺のこういう姿を。はいはいはい、行列が回ってなくてニクニクしながら何かニコニコするんですよね。何か面白い話今からするからよ的なのやるけど、もうロレツも回ってないし、もう恥ずかしくて。ああ、イメージある。ニコニコしてるイメージあります。まあ一番の幸せの時間だからね、酒飲んでる時ね。はい。じゃあ一曲、津波光徳さん、深町陽子さんで愛の雨傘。親兄弟
この子で誘うんで罠を舞うあたり松も雨傘水もやさばちかんざ恨みに天茶すが焼きろとんちゃすがただわしり
さわしんなよ。カズの島唄ラジオ。さあ、カズの島唄ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊と伊波葉月でお届けしております。まあ、忙しい時が続くとさ、はい、もちろん我々の仕事ってお酒も増えるし、そうですね、やっぱりこの疲労も結構溜まっていくわけですよ。はいはい、その溜まったピークの時って風邪ひくよね。風邪ひきますよね。わかる、めっちゃわかります。もうね、結構もちろん次のイベントに向けたりとか、はい、ライブに向けて曲の練習をし始めながら、はい、酒を飲んだりとかで、いろいろ昼間とか、いろんなことしてるわけですよ。はいはい、で、疲れが溜まっていくよね、そりゃ。はいはい、で溜まっていって、ツアーに出まして、ツアー終わったら打ち上げで酒深酒して、はい、また次の日また頑張って歌って打ち上げして、はい、で帰ってくる時もう信じられないぐらい疲れてたんだ。はあ、こんなに疲れる人ってっていうぐらい疲れてたわけ。はい、あ、だけど飛行機とかではまた一切も、ね、一切寝れないわけよ。あ、だから寝ない方、寝れない目つぶるけど絶対寝れないから。そうなんですね。もう3時間だったんだよ、帰り。はい、いや、3時間半だ、地獄でしたね。うわ、何するんですか。一応は目つぶって寝ようと試みるけど、はい、寝れないってなったら、もうとりあえず雑誌買ってあるから、はい、雑誌を見ながら、はい、ちょっと眠くなったかなと思ったらまた眠るみたいな、それから眠れない。あ、もうこれがもうずっと繰り返しできついんですよね。だから一番バスが好きなんですよ。あ、バス移動、バスは寝る、バスは寝る確率が高い。おとっても、うるさいのも嫌なんじゃないかな、もしかして。飛行機とかうるさいさ、新幹線とか。あ、はいはい、それがちょっと苦手なのか分かんないけど、うんうん、バスはシートあれ倒してもいいさね。はいはいはい、あれがいいんだと。飛行機はあれですもんね、飛行機なんか倒すとすごく気使うし、はい、直角に寝ないといけないさ。しか首もどこに座ろうってなるから、うんうん、寝づらいんですよね。でもとりあえず帰ってきて、今日ちょっと俺体調本当にやばいな、うん、とりあえず軽く飲んだら寝ようと思って、とりあえず寝て、次の日起きたらもう熱出て、うわこれ体調悪いよ俺みたいな、うんうんうん、
でそのままの音楽村出勤だったので、はい、出勤はしてなんか作業をしてるけどもだんだんぼーっとしてきて分かるわけ、うん、これ無理だ昨日ちょっと早引きさせてもらって、はい、でその次の日が今日ですよ。わ、やみ上がってないですね。やみ上がってないですね。まだ続行中ですね。やみですね今ね。いやいや、なかなかね。いやでも分かってはいるんですけど ね、うん、ね、絶対そろそろ来るなって分かるんですけど、うんうんうん、なかなかうまくいかない。さあトロンボーンさん、敗退で遅れた、真面目に仕事してたら番組に遅刻した、はい、今日はズーさんコンビだ、うん、ズーさんコンビです。カーズのね。はい、ルドロフさん、はい、さい、このちわん、カーズさん、ハーズさん、今日もこれからです。はい、カーズさん東京ライブおつおつです。お疲れ様です。いや楽しかったですよ今回も。いいね、最近も三振一本で回ってるから、もう本当に歌三振のみだけどね、はい、いやたまにはハードとかも行きたいけどね。お願いします。楽しいだろうね。楽しいはずね。二人で行ったらもう打ち上げが何とも言えないぐらい楽しいだろうね。やばい、あ、想像つきますね、連れてってください。はい、ぜひ。年取るとどんくらい飲んだらやばそうか体が分かる時がある、あ、セーブってやつなんでしょうね、ということで。タイガーさん、うん、セーブってあります？ないですね。あ、ない。もう自分で意識しないとない。あ、今日はここで終わろうって意識しないと、これ体が分かるということでしょ。はい、どんくらい飲んだらやばそうって体が分かる、分かんないんですよ。スッてね。だからギリギリまでギリギリまで飲んでスッて出ちゃうから分かってないんですよ。止められたことはあります？何か、あ、そろそろカーズ飲まないでみたいな、いいんじゃないそろそろみたいな。お店が閉まるとかで開催したことはあったけど、まあ、その時は飲み直しに行くよねどっか。めげずに。ミンタムアーニーシエさん、肉の日、一口も食べてないですさ今日。そっか、いい肉の日だ。あ、本当だ。あ、本当だ。スーパーとか行ったらセールしてると思うよ。え、あと業務用の、あのなんか業務用のスーパーがあるさ、はい、あんなところ超安かった気がする。肉、お肉、あの焼肉屋さんとかもですかね。どうなんだろう。お肉好きですか？お肉一応好きですね。ただ、はい、あのこれだけは言える、あの年取ってから食生活はだいぶ変わったね、好みが。今までは肉とかもちろん好きだったけど、はい、まずあの酒飲みながら唐揚げが美味しくない。あ、もう合わないんですよ。うそ、もう脂っこすぎるのか分からないんだけど、もう自分は合わなくて、結局もういろんなの食べるんだけど、はい、あ、もう脂っこすぎる、ダメだダメだってたどり着いたのがあの豆腐で、豆腐あげますって言ったから、いやいや、そのまま出してくれと、醤油だけでいいと。究極だよね。究極だわ。もう豆腐最高、酒と。なんか刺身とか来るかなと思ったら、うん、豆腐。生もの苦手なんですよ、また。あんまり好きじゃないんですよ。刺身ダメですか？あんまり好きじゃないです。食べはするけど。意外。だからいい魚持ってこられても、うん、すぐバター炒めとかしちゃう。あ、もったいない。もったいない。火通してく方が僕はもう好みなんだけど、ね、まあ、だから魚好きないとみんなもったいないっていうね。お二人の場合打ち上げは酒飲みじゃ確かにね。やばいだろうね。そうなりますよね。とりあえず飲むかつって。カンさん、あ、うん、歌いながらもちょこっと飲んでる。飲んでる。だいたいライブ始まる30分前に飲むといいぐらい。ちょうどいい。あ、ちびちびロックを飲み始めてライブに行くと緊張もほぐれたりして、はいはい、自分で結構喉も開いていい感じなんですよね。あ、でこの間ちょっとしくじってしまって10分前ぐらいから飲み始めて、はいはい、最初はもう緊張してましたね。カズさんが緊張するっす。やっぱしますよ。 あの去年の紅白なんかもやっぱり足震えてましたからね。今年も15日が収録だったかな、はい、うん、また震えるのかと思いながら、いや、緊張しますよ。見に行きましたよ多分去年。あ、そう、はい、テレビで見た時にもう 目がもう俺今すぐ帰りたいなって感じの目だった。ウケる。さあ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 、メッセージもたくさん来てますね。こちら、カードさん、FM ことのスタッフの皆さん、はい、さい、栃木のマングローブです。カードさん、関東ライブツアーお疲れ様でした。今回もカードさんの歌三振に魅了しました。今回はタロスケと大塚健二さんの毛包相席で聞いていました。
電車の都合で早めの帰宅となりましたが、小指と小指の触れ合いで次回お会いするのが楽しみになりました。ということで。いいね。帰っていくときに小指をくっつけろきよ。あ、何ですかこれ。わかんない。あのだからタロスケと、はい、栃木のマングローブはもう僕がもうこれなんか怪しいと、毛包だと。毛包って何？まあホモ。ホモだと。ごめんなさい、聞き返してすみません。はい。でこの間大塚健二さんも来てたから、はい、まあ、大塚健二さんにも手出そうとしてたわけよ。この栃木のマングローブがね、はいはい、やばいね。で帰っていく時に順にこの小指をくっつけて帰っていくから、はい、キモーっつってこの小指キモーみたいな。カズさんはやらんかったの？いや俺にもやってきよったから、はい、やりましたけど。あ、優しい。キモーと思ってたからね。いや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 、でもありがとうね、マングローブさんもね。もう本当にライブ終わって時間本当にギリギリ行ってすぐ帰ってきよったけどね。あ、うん、ありがとうございます、わざわざ。さあさあさあ次はどちらだ、これでいこう。タロスケですね、こちら。のほんかずさん、サリーちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は真面目に仕事のタロスケです。あ、だからツイキャスいないのか。うん、かずさん、関東ライブお疲れ様でした。今回は栃木のマングローブさんと大塚健二さんと参加しました。参加者にはゴロンチョさん、カオリさんといったいつものカーズファミリーの皆さんと楽しくライブを見ました。カオリさんのお力で女性のお客さんが多かったですね。そうなんですよ、このカオリっていうのが、はい、まあ、うちの証言会松田の、はい、会の東京支部の子なんだけど、はいはい、まあ、自分の弟子を連れてきてくれて、お、女性が結構多かったんですよ。で僕のライブって7割が大体男性なので。あ、素敵。どういうこと？やっぱり普通男性って女性ファンが多くないじゃない。だけど男の人が多いっていうのは、うん、本当に多分魅力があるんだなってハーズはなんか思います。あ、そう、はい、あ、嬉しい、褒めて、素敵、素敵です。そっか、はい、俺は女にモテたいって。お友達も作りましたよ、感謝です。今回はライブ後にカーズさんと飲む機会があり、いつものように飲みすぎ、次の日二日酔い、かっこ笑い。毎回カーズさんの歌っているかっこいい姿を見るたびに三振を弾きたいと思う気持ちが、強くなり、いよいよ三振購入かってところまで来てきました。お、三振の経験がないものでネットで調べた初心者セットになるものを購入しようかと考えています。では次回のライブも楽しみにしていますよ。サリーちゃんも歌いに来ないかね。ラジオネームタロスケということでね、はい、タロスケ、ありがたいね。ありがたいですね。今回もバリバリのモヒカンで来てくれて。モヒカン。モヒカンなんですよ。はいはい。で、すごい。バリバリモヒカンで来てくれてね。はい、やっぱりいいね、ああいう個性があるっていうのいいね。髪の毛に。まあ、僕はもう今あるさ、キャップさ、ハットか。はい。結構イメージついてますね。最近ついてるね。はいはい、松田和俊といえばハットも。ハズといえば何なの？ハズは何ですか？何かな？M 字開脚。ちょっと。ちょっと言えば M字開脚なのかな。お願いします。大塚健二さんが、次回はカズさん、ハズさん、サリーさん、マネージャーさん、埼玉でやってください。打ち上げは焼肉屋押さえておきますよ。おいいね。焼き鳥屋さんも好きです。俺あっち行きたいんですよ。あの山ちゃん、山ちゃん、山ちゃん行きたい。手羽先食いたい。最高ですね。行きたい。本当ね、なんかホテルの前にあったから、あの帰り絶対こうやさと思ってたんだけど、はい、忘れてしまって。ホテルの前にあったのに。あったのに。畜生だよね。畜生。さあさあこちら、ゴロンチョからですね。カズさん、サリーさん、こんにちは、ゴロンチョです。先週は天熊ツアー2017関東ライブお疲れ様でした。ゴロンチョはタルマ氏のライブを拝見させていただきました。今回のセットリストも素晴らしい曲ばかりでとても楽しめました。特にありがし型の誕生秘話は最高でしたね。またカズさんのクンクンシーも先行発売とのこと、当然のごとくゲット、毎日練習してます。関東のカズさんファンのつながりも増えましたので、講演会関東松田会の発足も近いですね。いいねいいね、嬉しいね、嬉しいね。まずは松田塾飲み会の開催を目指します。これからも関東九州ツアーを控えておりますので、何卒ご自愛ください。
なんだろう、サリーさんも乾燥する季節ですので美声を損なわないように喉のケア忘れずに、それでは失礼いたしますということでね。喉のケアって一応アルコールじゃない、俺なんかやばい結構アルコールって もちろん次の日乾燥してきついかもしれんけど、はい、飲んでる時って急に喉が開くよね。あ、わかります。何ですかね、あれ。飲みすぎたらもちろんダメだけどちびちび飲んだら急にさっきまでもうわーってきついってこの歌ってたのが、はい、なんか急に喉が開いて軽く歌えるんだよね。はいはいはい、うん、なんですよ。なんか飲んだら耳が聞こえなくなるとかないですか、あの聞こえづらくなるとか。あれはもう飲みすぎじゃない飲みすぎじゃない そうかそうそうそうだ、飲みすぎで自分の出してるこの音程すら聞こえてないってことでしょ。これただ酔ってる、ね、酔ってるんだ。ええ、もう本当にあの演奏に差し支えのないぐらいが一番ベストだね。そうですね、ええ、ですね。さあこちら、はい、今日もいい天気に恵まれました。内地ライブの開催ありがとうございました。何をどのように精進されるのかがよく分かる一年でした。一年ごとに一切若返る努力を感じました。おう、さりげないネックレス、右手の中指薬指のリングがライトの光を受けキラキラと輝き、かっこいい帽子から覗いているいる黒い髪は、緑の黒髪でいいのかなと呼ばれるとても貴重な素晴らしい髪ですね、うん、終始その髪ばかり見ていました。おもながな白いお顔に長い首、黒がお似合いでユニクロモデル体型ユニクロモデル体型とにかくうっとりなのでした。記者に、置き忘れた120万円の三振の音色も懐かしく、記者に置き忘れた、あ一回この三振、はい、あの電車に忘れたことがあって、そのまま新幹線でバーって先に三振とか行きよったんですよ、怖い降りてるけど、いやでも無事帰ってきましたけどね、よかった東洋人の黒い髪は魅力があるそうなのですが、日頃金髪や、茶がかった髪を見慣れ、こんなにも魅力のあるものだと、気づかされました。奥までの白のブラウスもういういしく新鮮でした。その他の感動は長くなるので毎週ご報告させてくださいということで、鈴虫さんもあのすごい花市で、ね、来てくれて、今回はあのいろいろまたね一緒にまた楽しんでいただけたと思うんですけども、いやいやもうなんかとっても僕のことをそうですね、うん、あの褒めてくれてもうありがたいんですよ、いつも。嬉しいですね。嬉しいですね。ちょっとあの照れますね。ええ、照れちゃいますよねユニクロモデルよ、ユニクロモデルだからね素敵。あ、このタルマッシュにまあやっぱりあのダメージジーンズでシャツにハットが松田和俊じゃないですか、はいはい、してあの太郎つけ栃木のマングローブがだったら俺たちもあのダメージジーンズにしよう全員みたいな感じで2人ダメージジーンズ履いてきてたわけすごいすごい。俺当日ダメージ血のパン履いてたからひどい血のパンでも全身真っ黒で、まあ、スラックスっていうのか、はい、全身真っ黒にして歌ってましたけど。なんでですか、ちょっと変えてみようって。たまにいいかなみたいな。ダメ、一応あのジーパン持ってたんだけど、はい、ダメジーパン持ってたんだけど移動の時だけジーパン続けようっつって、はい、ステージはあの普通にスラックス履いてね。突っ込まれました？いや何も言われなかったけど、はい、どうしたのって逆に聞いてダンプカーに跳ねられたのぐらいジーパンダメージ受けてるけどダンプカーに跳ねられたのかな君たちはっていうぐらいね。やばいよね、自分がやってないから人にはね何とでも言えるというね。はい、ということで、お時間までじゃあ一曲いきましょう。こちらはですね、枠川明さんでいいのかな、あ違うな、ハズの歌ですな。あ、うん、ハズ、いいですか、どうぞどうぞ。ありがとうございます、はい、チュラジマウチナI'm not afraid to die.
という間にエンディングになりましたけれども、はい、いや今週もハーズに手伝っていただいて楽しかった。もう助かりますよ毎回。ありがとうございます、ありがとうございます。さあさあ、関東のライブが終わったばっかりですが、私またいろいろな、イベントに出演いたしますよ。来月12月16日は、二来家内、こちらは神戸の方になってますね。12月17日は広島沖縄ごっぱち酒場、12月18日、福岡ダンシティ、そして沖縄ではですね、12月10日に島唄継承ボリューム3という、素晴らしいイベントに出演いたします。こちらは12月10日、会場が18時、場所がミュージックタウン音市場となっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。で、年が明けまして1月14日になりますと、音楽村新春民謡コンサート、というのがありましてね、こちらは音楽村の前で15時から18時観覧無料となっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。去年はハーズもね、太鼓で参加してくれてね、一緒にね、はいはい、今年も多分お願いされると思う。あ、お願いします、はい、ぜひ1月14日は開けといてください。開いてます。よかったさあ、ハーズは、あ、ハーズは、12月15日からちょっとかぶってますけどね、カスタとね、はいはい、ね、比嘉健太くんと一緒に、うん、県外ライブツアーに出かけますので、はいはいはい、まあ、詳細はフェイスブック等で、うん、イハハズキと検索すると出てきますので、はい、お願いします。ぜひぜひ、まあ、二来家内、僕が先じゃないかな多分ね。そうですね、ハズ20日ですね。ですよね、はい、まあ、こっちでも宣伝しておきますので、あ、ぜひお願いします。遊びに行ってくださいね。お願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、タイガーさん、ダンプカーにはねられたら多分肘が破れるだけで済まない気がする胃腸よ胃腸よ、こちらそうね。ユードロムさん、歌うとき太鼓叩くんですか、ハードさん。叩きますよ。叩きながら歌うってまた難しくない？叩きながら歌いますね。でもちょっと多分小さくなってると思います気持ち、なるほどね。大塚健二さんがさっきの歌聞いて、優しい歌声ですね、聞きやすいです、嬉しい、ありがとうございます。トロンボーンさんが、今日もお疲れ様でした、ウドロムさん、おつおつです、カズさん、カズさん、また来週です、ということで、ね、はい、もうね、こうやっていろんな方々にリスナーの、我々、はい、でも助けられてますとか、はい、お、これは変態クソエローさんは今日メール来てない、あ、カズさん、ハズさん、お疲れ様でした。そうなんですよ、来てない、変態クソエローさん、逆にファンが増えてるんですよあれ今日いないねみたいになってる、ツイキャスでいつもね来ないのかなとか言ってね、ファンが増えてますけども、さあさあ、今週もねあっという間にお時間になりましたので、また来週皆さんお会いいたしましょう。この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコードの提供でお送りいたしました。本日のお相手は私、松田和俊と伊波葉月でした。バイバイ、また来週。